週末、沖縄市で行われた県民体育大会の陸上競技。1週間後、那覇マラソンに出場する選手も多く参加し、最後の調整を行いました。今年はもちろん目指すのが優勝、というところで、これだけ県民の方が応援してくれる大会ってそこそこないので、その応援とか、沿道の応援を楽しみながら42キロ走りたいなと思っています。中でも熾烈な競争となったのが女子 3000m。 序盤から白熱したトップ争いを繰り広げる中、2年ぶりの那覇マラソン優勝を目指す浅戸麻里子さんは、久々のトラック種目で自身のスピード感覚を確かめていました。来週に向けていい弾みでいいレースになったんじゃないかなというふうには思います。もっといい状態でスタートライン立てるように、はい、していきたいと思います。今年9回目の出場となる那覇マラソンに向け練習に励む浅戸麻里子さん。力強いピッチと最後までスピードが落ちない体力を武器に、過去優勝1回、準優勝4回、3位が2回と堂々の成績を誇っています。前回優勝の時はもうやっと勝ってたっていうのがすごい大きかったので、優勝と2位とでは違うなというふうには実感してます。せっかく地元走るっていうのもやっぱあるので、そこはね、やっぱり狙えるときはちゃんと狙って走らなきゃなっていうふうには毎年思ってます。南部商業時代、駅伝部に入り県のトップにも輝いた浅戸さん。沖縄国際大学でも陸上部で練習を積み、当時のマラソン県記録をマークしました。卒業後も県外の実業団には入らず、沖縄で仕事と両立をする市民ランナーとして活躍。15年近く沖縄の女子トップを走り続けています。県外に目を向けたら、私より年上の方たちが私よりも速いタイムで走ってる、できる間は頑張って走りたいなというふうには思ってます。今ではコーチとして後輩たちの指導にも当たる浅戸さん。子どもたちは結果を出し続ける姿に憧れる一方で、親しみやすい人柄を慕っているようです。かわいい、かわいい。喋ってる時に笑ったりするとこ。どういう話でもいいかな。恋愛系。恋愛系のアドバイスをよくされる。それはしてない。もうやっぱり卒業した後がやっぱなかなか続かないっていうのが多分現状なのかなっては思うんですけど、とりあえず誰かが県内で続けて走ってればいずれついてくる後輩たちはできるのかなっていうふうには思ってるので、大人になってもできるんだなって思いをどっかで持って、で続けてくれればいいのかなっていうふうには今思ってます。仕事と練習を終え自宅に戻ると、待っていたのは長男の幸喜くん。競技に励むお母さんを一番近くで応援してきました。旅行行けるから楽しい。最近だったら東京マラソン出たりで東京行ったり、その前だったら名古屋、はい、ウィーメンズだったりで名古屋行ったり、年に1回は。そうなんだ。はい。そういう時はさ、一緒に応援するの？小学5年生になり、面と向かっての応援には照れも見え始めているそうですが、浅戸さんが競技を続ける何よりの原動力となっています。あ、思ってない。大きい声で頑張ってね。やっぱり子供が見てくれてるし、やっぱ見せないといけないかなっていうふうには思うので、自分のリズムで走っていって、楽しく笑顔でゴールができる方を一番の目標にしていきたいと思います。沖縄の長距離界を引っ張り続ける浅戸さん。幸喜くんへの思いを胸に、2年ぶりの那覇マラソン優勝を目指します。